ど。いらっしゃいませ。おお、 GTR かっちょええ。俺は妙義ナイトキッズの中里って言うんだけど、ここに来ればアキナスピードスターズに連絡がつくって地元のやつに教えてもらったんだ。メンバーなんだろう。え、教えてくれ。あの有名な八六に会うにはいつアキナ行けばいい。スピードスターズのメンバー。おお、なんと心地いい響きなんだ。俺の言ってることわからないか。スタンド間違えたかな。いや、間違いじゃないよ。実はその八六、俺とすげえ仲いいんだよな。本当か。うちの中じゃ俺とあいつで下り最速の八六コンビって言われてるんだ。そうなのか。八六乗りは腕のいいやつが多いからな。スピードスターズもこの頃評判がいいぜ。いや、まあそれほどでもないけどね。とにかく連絡なら俺がつけましょうか。なんたってマブダチなんでね。頼む、必ず伝えてくれ。次の土曜の夜10時、ナイトキッズの中里が秋名さんで待ってる。勝負は下り一本。あの、ちょっと待ってください。えらいことになった。これって挑戦の申し込みじゃねえか。ごめんなさい。すいません。とんでもないことになったな。その黒の GTR、 俺たちがアキナで見たやつだ。間違いねえ。ああ、ナイトキッズの中里なら高橋涼介とタメ張ってたのも納得だ。匠、俺がこんなこと頼めた義理じゃないけど、挑戦受けてくれ。え、出ないと先輩たちに迷惑かけちまう。意味わかんねえよ。なんで俺が行かねえと先輩たちに迷惑かかんだ。スピードスターズは逃げたって言われる。走り屋は、走り屋ってのは車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだ。車を走らせることが好きならそれだけで十分走り屋なんだ。走り屋ならそうかもしれないけど、俺別に走り屋になったわけじゃないから。いらっしゃいませ。